おはようございます。六助です。この前ね、アマチュア無線59の鈴木さんの動画でね、いいこと言ってて、やっぱね、工作が下手とかね、わからないとかで OM さんにバカにされてしまうけれども、とりあえず作ってみましょうみたいなネタがあって、5いいねぐらいしてもいい内容ですねって話したんですけれども、やっぱね、基本的に初心者の方って、もう極端な話、ガチな話で乾電池のプラスとマイナスがやっと分かる程度の方ってほとんどだと思うんですよね。で、フリーランスの無線、免許がいらない無線、素晴らしいなって思うのは、電気の知識とか一切なくてもできる。ね、っていうんで、あれだけ流行ってる。で、アマチュア無線何がいけないかっていうと、こう回路をね、組むときに、こう呪文みたいなことを入れて、あれとあれとあれを買って、しかもそれもね、部品の、名前とかじゃなくて、素子のね、型番とかを言われて、呪文のようにあれとあれを、あれを組めば簡単でしょうって言われてね、ああ、何のことだよってね。で、僕もね、昔の友達に、そう、なんか、天才肌の人がいまして 電子工作部品を言うと次の日に、電子工作でね、作ってほしいものを言うと次の日にね、来るんですけど、まあ、これまた工作がひどいんですよ、ちゃんと動くんだけど。だから、電子工作得意な人にも、こう、2パターンぐらいありますよね。回路がすぐ浮かんで工作できるんだけど、汚い人と、きっちり作るんで時間かかる人とね。僕、どちらでもないんです。工作も下手ならね、回路の知識もないんでね。これもね、IC7100 の、インターフェースユニットなんかが入ってるんですけど、これ、プリアンプの電源スイッチですね。で、このね、箱が、GPS とか、例の GPS が内蔵されていたり、IC7100 からデータをね、取るユニットなんですよね。だからこれの、ま、結構ね、自分も自作品持ってるんですよ。CW をパソコンでやるための装置とか。だからそれこそ送信信号、を拾って、プリアンプの回路に入れたり、逆に、これはね、送信信号を突っ込む装置ですね。自作の、これヘッドユニット。結局、どんな形でも使えるように、スピーカーとマイクと、ね、間違えないように、端子の形を分けて作ってあるんですけれども、ヘッドセットですね。これなんかの、特定省電力無線の、ヘッドセットを改造して作った、IC7100 用の送信ユニット。で、これ送信スイッチと。加えて、CW 信号を突っ込むと、自動的に、7100のキーヤーが起動したりとか。まあね、そういう、ね、細々としたものなんですけれども。まあ、逆にね、そこまでだから、電子工作をしましょうって言って、できない工作はするべきでないと僕は思います。シャレで済む部分と済まない部分があるんですよ。だからこの前のプリアンプの遅延回路って超簡単なようでいて、立ち上がる順番を一回でも間違えて、プリアンプの方に送信の信号が行ってしまって、もしそのプリアンプに、キャリアコントロール装置がなければ一発で昇天です。チーンってね、あー、ワンミスがみたいな。で、僕はそういう、信頼性が必要な、回路は買うべきだと思います。極端な話、同軸ケーブルも、地震がなければ買うべきだと思います。大抵トラブルを起こすのは同軸ケーブル。ハンダ付けが甘いとか。SWR 極小の項でも言いましたけれども、移動運用をすれば移動運用するほど脱着が多いんで、工作が甘い同軸ケーブルっていうのは必ずトラブルを起こします、いつかね。だったら、買ってしまうというのも一つの手である。ね。一つの手。ね。必ずそうしないってわけではない。僕はね、そう思いますね。はい。そんなんでね、アマチュア無線。だからね、工作好きな理系な人って独特の雰囲気あるよね。丁寧、なんか親切に教えてくれない感じね。夕方秋葉原とか行くと何?なんか怪しい小さいザルを持って秋月とかね、うろうろしてて、スーツ姿のなんか会社帰りみたいな会社員がね、ペロペロペロってなんか店員となんか暗号みたいな部品の型番をね、2、3言葉を交わして、じゃあこれとこれとこれみたいな感じで。
およそね、一番高いのはケース代です。ケースとスイッチ代です。中のね、回路代なんてね、なのね、数百円するかしないかぐらいなもんですよね。ちょっとした回路であればね。で、まあ、結局ね、工作がね、時間かかったり、工作でも回路の方はね、簡単だけどね、綺麗に仕上げる方がね、難しかったり。はい。そんな話題でございました。まとめますと、アマチュア無線ね、だから結局工作がね、楽しくて、回路を組むのが楽しい人、工作が楽しい人、僕はね、ネタが楽しい人ですね。この機械でこんなものが動いちゃうのみたいなね、全く、出なければね、自分は、便利さをお金で買うっていうのもね、一つの手だとね、思います。はい。そんな内容でした。それでは楽しいハムライフを。 JZ0DRZ6 スキでした。またお会いしましょう。さようなら。